かわいいね、袋。たらん。もうあと2年、2、3年何も買わなくてもいいかもしれない。その前に物が悪くなると思うので使った方がいい。ねえ、賞味期限ね、うん、ハンドセラムセット。また来た、ラベンダー、うん、ラベンダー、みんな知ってる。みんなすごいね、うん、手指に潤いと張りを与える。と美容液、クワランクレンジング、うん、化粧落としまくる、これね、うん、高そうだね、うん、おめでとうございます。申し訳ないってしか思わない。なんで、ありがとう、じいさん、うん、ありがとうね、でしよう、うん、袋切れてよ、うん、好きそうだね、うん、あ、すいません、ストレスが溜まってるんですって言った。うん、見てこれね、ナプキン見えない。うん、ね、どうしたの全部。嬉しいのに嬉しくない、どうしよう、うん、種が散りばめられている。なんで、可愛くない。コカリなの。うん、ケーキじゃないものが並んでいた。なんかホテルにありそうかなって思って、うん、今日は怒らないよ。これは半分か、綺麗だね。高級そうだよ。270g、 体温でとろけるパティシエこだわりの口どけ滑らかなチョコレート、ふわっと口の中で広がる甘く幸せなカカオの香りと濃厚でコク深い味わいが特徴です。うん、脂肪 42.1、 100g あたりでしょ。270あるからさ、100g かもしれない。やばいね。ゴロゴロアーモンド、中だけ見る、見る、いいよ、手で触っていい。想像がさ、違ったってよ、びっくりするよ。私の想像は、うん、この形、この形、うん、いくよ。あゴロゴロチョコレート、この大きいのが2枚とちょっと割れてるのが、あのハーシーのさ、うん、アーモンドに似てない？あのグーの。まるまるアーモンドが入ってる。やばいやつだね。うん。中がさ、すごいね。やばい。楽しみ。次、チートデイズ？日曜日。来る日曜日？じゃあもうすぐさ。食べる人。はい。はい、どうぞ。ちっちゃくてもでっかい。アーモンドゴロゴロ。うん、同じタイミングだ。うん、今なんだ、うん、贅沢だね。ええー、チョコレート、うん、止まらないっすよ、うん、贅沢だね、アーモンドいっぱいっちゃ、うん、ねえ丸ごとアーモンド入ってるからさ、あ、こんなぐらいの、これ1日で食べるもんじゃないんじゃない？うん、食べれるけどさ、うん、全然 甘くはない、そんなに甘くない、うん、お誕生日のプレゼントが来た。やっぱ黒猫ヤマトは素敵かもしれない。猫が歩いてピアノ、そこ来たピアノ、あの洋館のからたまたやっていいし、あ、あったね、うん、嬉しい、うん、今回のテーマはチャーリーに引き続き、蜂蜜に見えるけどね、蜂蜜？あ、これは蜂蜜だね。私的には健康だと思うって書かれてたよ。うん、健康だったら蜂蜜じゃない？あ、マジで、うん、蜂蜜なくなりそうだったが買おうとしてたってば、うん、あ、じゃあこれで、これ蜂蜜？蜂蜜って書いてあるでしょ、アロマオイル、フジーナ蜂蜜、腸内スタイミング、こちらが癒しだったかもしれない、かもしれないなんか似てない、あの目印きた、うん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 、
高まってきてしまった、うん、どうしたの皆さん、私はそんなにイライラして疲れてるように見えますか？ほら、ラベンダー来た、うん、ラベンダー来た。これもラベンダーなんですよ、うん、違うお友達から、うん、これもラベンダー、うん、アロマストーン今日初めて見たね。後ろに見たらさ、昨日のバリウム思い出してよ。気持ちみたいな、うん、すごいこの、うん、すごい、これの上になんかこんな餅ないね、餅餅みんながこれ送ってきてるってことはさ、お疲れだわけよ。これもあるよ、まだ、うん、なのに癒されてない、まだ全力で私を癒そうとしている、うん、皆さんが、皆さんありがとうございました。1ミリも変わってない。だからさ、変わってる、できてると思う。布団みたいになった。あ、どう？どうしてインスタを乗っ取られたけん。仕事終わってさ、メール開いたわけ。そしたらインスタからメール来てさ、インスタからメールなんて来たことないけどと思ってさ、中開いたらさ、ログインしましたっていう通知だったのが、今まで通知なんて来たことないけどなと思ってさ、で受信日時も本文に書かれてる時間帯もさ、その時は仕事時間中だったからさ、ありえない、ありえないわけ。お昼時間でもなかったから、うんと思ってインスタ開けたわけさ、途中で、うーんと思ってさ、さあ DM のところマークついてからさ、1って開いたからさ、時間のさ、何時間前とか何分前とかが時間が短いわけ。1時間前とか短いってさっき言って、うん、この人に言えましたの1週間ぐらい前だけだなと思ってさ、で1人はもう1人はもう何ヶ月も前とかだったからさ、開いて中身見たらさ、卑猥質問してたんだよ。卑猥な質問、うん、で、あの乗っ取られてるよって送る前に速攻パスワードをリセットして、うん、それ先にしたわけ、うん、すごいね。だって相手は入れてる状態さ、すぐ分かった、自分が、私だったら分からなそうな、メッセージがついてたからさ、それがついてなかったら気づかなかったかもしれない。すごいね。たまたまその人自分のパスワード書いてなかったから、そのまま自分がパスワードリセットして、でログアウトされるから、もうあの人も入れん状態になったから。あの人って誰？悪い人、うん、2人に送られてたから。他にもいっぱい DM やってる人いたけどさ、この2人だけに送られてたから、この2人に、うん、あのごめん乗っ取りってからさ謝ってさ、でその後2段階認証に切り替え、卑猥な質問した。だからさ、ちゃんと答えてたんだった、友達、うん、曖昧に答えてる友達と、あのおかしいと思って、うん、なんでそんなこと聞くのみたいな感じで探ってる人がいた、ごめんねもう大丈夫、もうその後ね、 Facebook もパスワード変えてとか、いろいろパスワード変えた。自分がそのパスワード変えた時に、うん、相手がたまたまログアウトしてたからよかったわけ。自分がパスワード変えたから、その人はもう次ログインできない。じゃあずっとオンになってたら、その人ずっと開き楽さ、誰のページ、うん、開きっぱなしだったら見れると思うけど、分からん、見れるから。でもずっと開きっぱなしではないし、閉じる人だから、いろんな人やってんじゃない？
自分のアカウントで、ね、うん、分かる。関西方面、関西弁みたいなしゃべりでやってたけど、気をつけましょう。うん、気をつけて。卑猥なメールには答えない。ちょっと答えない。なんかいつもと違う質問したら答えないしさ、口調も違うしね。口調も違うから、この人こんなこと言わなさそうだけどおかしいなって疑う。うん、ダーリンが祝い言いそうと思ったのかな、曖昧に答えた人。あ、でもなんでね急にって言ったんでしょ。うん、そうそう、気をつけて。だからね、だって乗っ取るメリットがないアカウントだからさ、うん、フォロワー数が多いわけでもなく、普通に同級生とか友達とやってる、あか、友達とつながってるだけのアカウントだからさ、投稿数も6件7件しかない 4,5 年やってるけどそれぐらいしか投稿してないぐらいのレベルのアカウントだから、今一度は皆さん見直してみましょう。意外に身近にあった。そうそう、意外に身近にあった。やっぱログイン通知は素晴らしいね。2段階にした方がいい。2段階したら、あのパスワードが分かってログインしても第二認証で SMS とかアプリとかで番号入れないとログインできないからさ。怖い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 。うん。